ケーストリーム。ゆうこと、かずくらのお野菜大好き。料理研究家の大瀬ゆうこです。そしてこづくらのあいひょんとなるみんとあさぽんです。はい、今日は、はい、いわさファームの生姜を使ったミルクプリンを作ります。はい、生姜ですよ、楽しみです、はい、材料を説明したいと思います。ではお願いいたします。はい、はい、材料はこちらになります。牛乳 350cc、 砂糖 30g、 生姜汁 10cc、 大体大さじ 1/2 強になります。そしてゼラチン 5g、 蜂蜜お好みで入れてください。そして飾りでミントとイチゴを乗せたいと思います。はい、この岩田ファームの三種生姜というものなんですけど、これをまずすりおろします。はい、はい、ではこれすりおろしてください。皮は剥かない、皮剥かないの、皮に一番美味しいところがあるの、そこの辺を、もぐちゃん登場してください。生姜の効能は2つあります。はい、生の生姜に含まれるジンゲロールっていう物質が胃を強くしてくれたり、それから喉の痛みを取ってくれたり、嬉しいやつ、嬉しい、はい、それから殺菌作用もあります。あともう一つは、温めた生姜に含まれる生姜オールっていう物質で、それが内側から体を温めてくれる作用があります。ポカポカに。で、今日はこの生姜を温かいミルクに入れて使うんだけれども、ジンゲロールを温めると生姜オールになる。すごいですね、はい、いいですね、はい、効果に応じて生姜使い分けてみてください、ね、すごい、結構大変、はい飛び散らしちゃう。生姜にね、ずっと吸ってると手に生姜の匂いつきますよね。するする、うん、でも生姜の匂い大好き。え、わかります。え、生姜好きな人？好きです。ジンジャラ、ジンジャラ、ジンジャラ。みんな生姜取ったら、はい、小桜みたいになれるの。はい、はい、生姜をすりおろしたら絞り汁を使うので、はい、絞ってください。これを絞ります、はい、これ入れちゃダメなんですよね。入れてちょっとぐらい、あ、ちょっと入ってた方が嬉しいです、なんかね、あ、ちょっと大体大さじ 1/2 強ぐらいで、はい、はい、入れてもらえればと思います。はい、わ、濃厚、濃厚でしょ、ねね、エキス美味しいよ、三種生姜。あ、また入っちゃった大丈夫、大丈夫、はい、ぴったりです。はい、ぴったり、はい、はい、それではちょっと牛乳を入れてください。はい、350cc の牛乳を入れます。で、火にかけるんですけど、そしたらお砂糖を次に入れてもらっていいですか。はい、お砂糖 30g、 はい、大さじ3強、はい、はい、大さじ3強のお砂糖入れます、はい、入れます。そしてゼラチン、お、ゼラチン、はい、これも入れちゃいましょう、はい、入れちゃいます、はい、これはさーっと、うん、振り入れて、これね、あの水で、ふやかさなくてもいいタイプのゼラチンなんで、そのまま入れますね。はい、そしたら火にかけて、はい、火はどのぐらいの、はい、中火ぐらいで、はい、でかき回してください。はい、全体がよく混ざるように、はい、全体がよく混ざるように、はい、これはポイントは特にないですか。特にないです、特に、特になく誰でも簡単に、はい、そう、誰でも簡単に、私たちでもいける、うん、いける、この番組で作らせていただく料理は本当に簡単で美味しいから、いつも家ですぐ実践できるんです。ありがとう、ねね、料理上手だもんね。で、溶けたらなんですけど、はい、ゼラチンは、寒天と違って60度ぐらいの温度で溶けちゃうので、はい、ブク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 沸かさなくても大丈夫です。寒天にする場合は、100度以上、まあ、あの沸騰させてから2分ぐらい煮込まなきゃ煮溶けないんですけど、ゼラチン本当は電子レンジでも煮溶けるぐらい簡単でもね、あのここで一緒に、お砂糖と一緒に、煮溶かします。それでよーく煮溶けたなと思ったら、はい、今度生姜汁を入れて出来上がりという、簡単、簡単、すごいね、早い、
そう、私作る時いつも体にいいお菓子を作りたくて、はいはい、それ嬉しいですね。そうなんですよ、うん、なんかね、こう、うん、お菓子を食べるだけ罪悪感なんじゃない、うん、でも体にいいっていうのがいいなと思って、うん、中華は体にいいので、はい、嬉しい、皆さんもぜひぜひ、ね、はい、では入れていきます。これは、うん、お家にある何でも大丈夫ですか？何でも大丈夫、あのコップでもいいし、はい、あのグラスでも、あのなどんな形の、うん、はい、ガラスの器でもいいし、はい、何でもいいです。マグカップとかでも、マグカップでもいいです。あ、いいですよ、簡単にこぼしちゃう、はい、不器用なのがバレちゃう。いや、このくらい、うん、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、味には変わりありません、変わりない、簡単にね、できてね、ありがとうございます。これはどのくらい冷やすんですか？固まるまでなんですけど、はい、今ちょっとすごい熱々になってるんですけど、はい、今ちょっと本当粗熱を取ると、1時間ぐらいで固まると思いますが、でもこのまま少しあの熱を冷まして、はい、冷蔵庫に入れて2時間で固まると思います。私こういうの、うん、固めるときにもうちょこちょこ冷蔵庫が、ダメだよ、ダメだよ、固まったからなんか揺らしちゃうみたいな、はい、こうね、暑い夏にね、爽やかなミルクプリン、バッチリですよ、これから、ね、栄養もありますもんね、栄養もあるし、うん、暑い夏、生姜入ってるの嬉しいです、はい、ね、もったいないから全部入れてくれる、はい、そうそう、はい、全部入れてくれる、最後まで、はい、はい、このなみなみのお皿かわいい、かわいいね、はい、はい、いいよ、それで食べて、やった、はい、そしたらこれを冷蔵庫に固めて出来上がります。はい、はい、楽しみです。はい、じゃーん、固まったねー、固まったねー、固まったねー、持ってきてください。すごい、おいしそう。ここから飾り付けですね。はい、飾り付けしてください。はい、これはね、なんともこちゃんのお庭に生えてたミントを持ってきてます。すごい、香りいいんだよ、もこちゃんの、はいはい、ミント、はい、で、いちご、いちごじゃなくてもね、時期でなかったら、はい、ブルーベリーでも、はい、何でも、はい、入れてもらって、はい、では、いちごのヘタを取って、はい、この上に飾りましょう、はい、なんかジャムとか乗せても美味しい、ね、うん、ジャムも美味しいですね、うん、ね、はい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 、抜けちゃう、はい、じゃあミント飾り付け、ミント乗せて、じゃあ朝子はこれ横に乗せようか、はい、これこのままでいいですか、うん、このままで、はい、あるので、こういう感じ、うん、あ、かわいい、かわいい、はい、かわいい、女子だね、なんかすごいプルンプルンしてますよ、ほんと、うん、お、お、はい、このはちみつは千葉大の、はい、美馬先生のはちみつです。お、全部千葉、全部千葉、うん、いいよ、はい、完成、はい、出来上がった、はい、楽しみです、はい、どうぞ召し上がってください、いただきます、蜂蜜がいっぱいかかってると思うから、ね、嬉しい、すごいの、このプルンプルンなのに、いただきます、はい、うん、いいんじゃないですか、うん、はい、うん、美味しい、本当、香りがすごい、よかった、しかも蜂蜜の甘さと、このちょっとプリンがさっぱりしてるから、ちょうどいいです。美味しかった。よかったね。毎日食べたい。お、すごい。毎日食べていただきました。美味しい。はい。で、5月のくずくらは何か情報ありますか？はい、はい。5月は、そうですね。はい。ちはかわいいクラブという新しい雑誌を、はい、創刊しますので、そこにくずくらもたくさん載せてもらって、どんどんちはを盛り上げていきたいと思っております。盛り上げてください。はい、次回もどんな料理を教えてもらえるかすごく楽しみです。はい、柏の野菜で美味しい料理を作りたいと思います。また見てね、はい、見てね、今日も美味しかった、やった、ケースドリーム、Thank you.